こんにちは、プロスパージャパンです。今日はですね、カメラの方ですね、リコーの、GR デジタルの5ですね、これ台数限定 の、 あのホワイトエディションになります。こちらです、はい。これ今もうバッテリーも入ってますので、そのまま撮影できます。設定はですね、しません。お客様の方でお願いするので、もうこのもうすぐちょっと実際に今カードが入ってるんですけどね、今ちょっと見にくいですけど、こんな感じです。拡大も、問題なく、でこれですね、この状態で白いところかな。ちょっと見にくいな、これ光で見えますかね。ちょっと反射で見えないですけど、どうしても反射で、そうですね、センサーの方も全然綺麗ですね、はい。あと設定はですね、お客様の方で合わせていただければ大丈夫です。テスト用のカードですね。これはあのちょっとテスト用のカードはお付けしませんが、カードの向きだけ気をつけてくださいね。必ず、決まってるので、これ逆にやると壊れちゃうので、一番これが多いので、普通に入るんですよ。で、引っかかって無理に押すときは逆さまです。なので必ずカードの向きは気をつけてください。よくこれで壊される方多いので。もう中のピンが折れちゃったらもうダメになっちゃうので、カメラとして使えなくなります。必ず守ってください。であとですね、こちらの、ラッシュのこれも、ついてきます、はい。でバッテリーと充電器とで、本当はキャップがあったんですけど、ちょっとですね、うちの方の、確認不足で、ちょっと見当たらなくてですね、お客さんにもちょっと連絡させてもらったんですが、キャップはなしですけど、このリングも本当はないんですが、今こちらのリングをお付けします。ちょっと傷があるんで、ちょっと修正しようかなと思ったんですけど、ムラになると言えないんで、ちょっとやめました。ちょっとこのままお送りします、つけた状態。あとですね、新品のストラップ、専用の GR デイズのホワイトエディションのストラップをお付けいたします。であとですね、最後に全体的にクリーニングしていきます。クリーニングするのはですね、こちらです。いつもと一緒、シール剥がしを使います。これでクリーニングしていきます。どうしても白いカメラ、白いプラスチック製品って、日焼けするんですよ。必ず。これはもう避けて通れないんですよね。色焼けっていうのは白は。なので、定期的にクリーニングはお願いします。グリップ部分はですね、もうこれで全然綺麗なので、ベタつくなくなります。綺麗に仕上げることができます。全体的にやってもらっても全然大丈夫です。特にグリップはですね、汗とかで変色するので、綺麗にやってください。あともう一つって、フラッシュの方、ちょっと暗いところじゃないと、できないんだけど、フラッシュの方を確認もしましょうか。事前確認してるので問題ないですが、ちょっと暗くないと光らないかな。暗いところじゃないと見えないんですよね、これ。はい。フラッシュもちゃんと点灯して問題ないです。中にあるファイル全部消してきますね。はい。問題ないですね。
この GR デジタル、GR デジタルのこの5はですね、ちょっと気をつけないといけないのがですね、粗悪品が出回ってるんですよ。なので確実にその、商品を確認してですね、やってくれるところで買わないとちょっとまずいんですよ。これ実際そういう商品がかなり個体で回ったんですよ。ちょっと僕もそういう話で、正直僕も買ったんですよ。安く買えますよって話があって、これそうじゃないんですけど、でその時に出回ってたやつが結構あって、で問題ないやつもあれば、やっぱちょっとなんかおかしいやつがある。でも市場にこう出回ってるんで、なので点検をちゃんとして、もちろんカメラ普段撮影してる方から買わないと、これはちょっとね、まずいカメラなんですよ。なので僕もいつも慎重なんですよ、このカメラに関しては。普段から写真撮りますけど、そういった、まあ、はっきり言っちゃうと廃棄品です。廃棄品が出回ったんですよ。なんでそれが僕分かるかというと、僕は前職で産業廃棄物をやってたんで、ずっと、ね、そういう裏事情を知ってるんですよ。そういう、まあ、横流しがあるんですね。本当はダメなんですけど、原因があるんですよ、横流しっていうのは。で、そういう時にこういったものが、市場に出る時ある。で、本来ジャンコードでこれ分かるんだけど、まあ、そこをちょっと多分、まあ、メーカーを飛ばして業者がやったやつで間違いないんですね。まあ、出どころはどこかわからないですけど、間違いなく、本来廃棄しなくちゃいけない商品が、市場に出たんですよ。もう出ちゃったらもうどうしようもなくて、わかんないですね、これ。多々あるんですよ。こういうカメラ以外に他のものも、本当は廃棄しなくちゃいけないものが市場に出ることが。いろんなものをたくさん触ってきましたけど、結構多いですよ。まあ、今でもあるかもしれない。まあ、はっきり言っちゃうと、ゼロではない。多分ある。これはもうそういう、なんていうのかな、裏事情があるんで、廃棄する際も実際のこと言うと、間違いなく廃棄確認する業者じゃないとまずい。製品系は食品もそうです。横流しが出るんで、何度も経験してますけど、それはもう過去の話で、僕が横流したわけじゃないでしょ。僕勝負する側だったんで、長いことそういう仕事に携わってましたんで、いろんな、裏事情は知ってます。ただ世の中にそういうことはあるんで、実際に。だからこれが、これは、この、GL データの、5は出回りました。出どころはわからないですけど、間違いないです。ですけど、まあ、今回これ今テストしてますけど、問題ないですね。そういった不具合とかないです。正常に作動できるものです。なので今高額になってるんで、この GR デジタル、GR データ自体が高いんですよ、めちゃくちゃ。だから気をつけなくちゃいけないんだけど、特にこのシリーズは気をつけないといけないです。本当によくその商品をですね、目利きとか作動確認とかできる業者じゃないとちょっと危険です。いいカメラなんですけどね、そういうことが実際ありました。嘘じゃないんですね。なので皆さん購入の際は、この今の僕の動画を見てもらったらですね、気をつけて買ってください。問題ないですね。じゃあですね、これ綺麗にしましたので、出荷します。はい、じゃあよろしくお願いします。